同胞リバプール遠藤航さん、海外の投稿でマスチェラーノになれそうとの声。遠藤航は本当に素晴らしかった。上位対決となったレッドでの彼のベストパフォーマンス。彼は最高レベルでプレーする能力を持っていることを示した。このまま調子を上げていけば、リバプールのマスチェラーノのようにプレーを崩す選手になれるだろう。彼は試合ごとに良くなっていきます過小評価されているボーラー、地上で最高の選手。巨大なテストに合格しました。彼は安定性に苦労すると思うが、大きなホームゲームや雰囲気の中で成長するだろう。ボールの運びも上手です。そして彼にはとんでもないエンジンが搭載されている。マカリスターは遠藤のパフォーマンスの後、チームに戻るのに苦労するだろう。彼がこの調子を維持して、1月にはマック10とティアゴが戻ってくることを願っている。私たちはここにいます。我々の前線には連携が大きく欠けているのは明らかだ。少し変えて、遠藤とジョーンズのダブルピボットにして、ゾボを手放して、適切な CM またはジョーンズが攻撃的な役割を果たしてゾボが深くなるになってから、バックポの両側にヌネスとサラーを置くべきだと思う。彼は試合ごとにどんどん良くなっていきます。彼はこれから全ての試合で先発しなければならない。